さて、好きなラーメン屋を教えてください。<laughs> 好きなラーメン屋、あの、吉祥寺の一蘭と一風堂に交互に行ってるだけですね。ええー、そ、そこだけですよね。あの、ほ、ほにね、食生活に関しては、どん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 幅が狭まってきてですね、もうあの、 行く店を一週間先までだいたい決めてるんですよ。で、で、もうこの日はここ行って、こ,この日はこの行って、で、たまに自分にご褒美で、ロイヤルホストに行くっていうのを決めてですね。ロイヤルホストに行くときはもう自分でご褒美デーなんですね。で、ロイヤルホストに行って、ステーキピラフとかですね。あとはあのー、クラブハウスサンドイッチとかですね。そういうまあ、まあ、本当にしょうもないものを食べてですね、楽しんでますね。あ、これはやっぱ美味しいよなっていうふうに、 にやりとできるものばっかり食べようかなというふうに思ってると、ラーメンはね、僕にとっては電車に乗ってまで食べるもんじゃないんで、吉祥寺だったら、一蘭と一風堂だったら、少なくとも三口目ぐらいまで、やっぱうめなーっていうふうに思えるんでですね、一蘭と一風堂を残してると。で、富士蕎麦は、あー、なんかね、一口目すっごいうまいとこがあるし、あと、花丸うどんの、あの、牛肉うどんですね、あれもね、 なんかね、天かすとかいっぱいかけるとね、一口目二口目ぐらいは、うわ、うまいなっていうふうに、やっぱ、いまだに心の底から思えるんですね。だから、花丸うどんもですね、ローテーションでこう入れてると。あと、あの、王将の餃子なんですよね。吉祥寺でね、王将ないから、あの、中野まで行くんですよ。で、中野の万だらけに行って、ブリキおもちゃとかああいうのを見て、で、その後ですね、中野の王将に行ってですね、えー、餃子を食べると。 で、餃子の他に何か頼むんですけども、やっぱり餃子だけが一番いいと。思いながらも毎回ちょっとこう浮気しちゃうんですね。なんかやっぱりチャーハンのですね、あのー、なんかぴったりサイズ食べようとかですね。なんかいろいろ思うんですけどやっぱり餃子が一番美味しいんでですね。二口目以降は美味しくない。うーんなことないですよ。ただ、王将の餃子で言えば、一個目、二個目、三個目っていうふうにですね。大体こう、美味しさが減っていくじゃないですか。そうすると、 まあね、一人前ぐらいが、美味しさが維持できる限度ぐらいかなとは思いますね。だから、まあ、それだけでは腹太、太ないので、あと一個なんか食べてっていう,う感じです。まあ、そういうですね、一食に一回というか、一日に一回ぐらい、やっぱりこれうまいなっていうふうに思いたいのですね。そんな感じで一週間先まで決めてるという。まあ、渡部さんのようですね。<laughs> あの、アンジャッシュの渡部さんがですね、昔、あの、二年ぐらい先まで、あの、レッサーの予約が埋まっているとか言っててですね。で、 ああ、それはなんか本当に美味しいもの食べようと思ったら、予約、予約、予約となってそういうふうになるっていうのが、まあ分かるなと思ったんですけど、それの、まあすごい、あの、せこいやつをやってますよね。意外と庶民的ですね。ああ、庶民的っていうかね、味がこう子供なんですよ。男性、酒飲まないでしょで酒飲まないし、あのー、あとね、その、海産物の高級なやつ、ウニとかフグとかが、もう全く好きじゃないんですよね。 なのでそんなねええあっ昨日もなんかスシロー行きましたよスシローだからスシローの寿司がうまいのかって言われると別にスシローの寿司はそんなうまくないんですよただスシローの海老天はうまいしエビの天ぷらはうまいしあと何だろうななんかラーメンがねスシローのラーメンがねやっぱり半分ぐらいまではすごいうまかったですよね <laughs> 結構、なんかそういう舌が、あの、もう本当に子供なのでですね、訓練されてないんですよ。だから、俺のあの、アニメ論を見るような目で、えー、俺のグルメ論を聞いてはいけないと。<laughs> 俺のグルメ論は多分皆様以下ですからですね、そんなに当てにしないでください。カレーはどうでしょうかカレーねー、カレーは、 いや、だから、まあ、ロイヤルホストに行くのはそこですよね。ロイヤルホストに行ってカシミルカレー食うか、ジャマカレー食うかで満足しちゃうし、あとはもう本当にここ一レベルで僕は満足しちゃいますよ。それは、なんか、あの、わがまま言うと大阪のですね、あの、ヨドヤ橋の近くにあるですね、スリランカ風のカレーの、もう本当にカレーの上にですね、いろいろおかずがどっさり乗ってるところとか食べに行きたいですけども、その、 飛行機乗ってまで何か食べたいというような人間ではないのでですねまあまあ吉祥寺で済ますんだったらまあねロイ法だったら群れの群れっていうね場所からですけど群れのロイホだったらまあ歩いて2 3 0分圏内だからちょうど片道行って帰ったらいい運動になるからそれぐらいです。<music>